何年か前からよく耳に入るようになった。メンヘラ女子という言葉。そもそも、メンヘラ女子とはどういう意味なのでしょうか。この言葉の語源は、メンタルヘルスから来ていて、簡単に言うと精神が病んでいる人のことを指します。そして、このメンヘラの女性のことをメンヘラ女子と呼んだりします。メンヘラ女子と付き合ったらひどい目に遭った。メンヘラ女子は恐ろしい。などといった話題がネットや SNS、各種まとめサイトでメンヘラ女子がテーマに上がることは多く、その中でも特にメンヘラ女子と付き合ったことによる男性の悲劇は、凄まじいケースも少なくありません。そして、彼女たちは多くの共通の特徴を持ちます。そこで今回の動画では、メンヘラ女子と付き合ってみてわかること、11選をご紹介します。恐怖。メンヘラ女子と付き合ってみてわかること、11選。1. 私、とにかく私を構ってほしい。メンヘラ女子は、とにかく自分に注目を集めたいという特徴を持ちます。基本的に自分の話題以外には興味がありません。自分以外の女性の話が続いたり、場合によっては名前を出しただけでもあからさまに不機嫌になったりします。2. 情緒が不安定。大げさな表現ではなく、メンヘラ女子の機嫌は山の天候のごとくコロコロ変わります。今まで笑顔で会話をしていたかと思えばいきなり激高。ヒステリーを起こして当たり散らすことも珍しくありません。3. 虚言癖がある。最初は気づかなくても、メンヘラ女子と付き合いが深くなると非常に嘘が多いことに気づきます。普段の会話はもちろんのこと、自分の生い立ちや家族構成にまで及ぶこともあります。これは、自分に注目を集めたい、という心理から来るものです。4. SNS に依存している。メンヘラ女子は SNS への依存度が極めて高く、そのプラットフォームに決まりはありませんが、Twitter や Instagram、Facebook などの更新頻度が非常に高いのが特徴です。そしてその内容は、ほとんどが自分のことばかりで埋め尽くされています。また、投稿に対するいいねなどの反応がないだけで機嫌が悪くなります。5. 常に存在する男の影。男性に対する依存度が非常に高いのもメンヘラ女子の特徴。そのため、メンヘラ女子は彼氏や男の影が途絶えません。そして特定の異性がいない場合、体の関係を持つことにあまり抵抗がありません。6. 異常とも言える束縛。たとえ自分に彼氏がいても他の男性と遊ぶことに罪悪感を持ちませんが、それを彼氏が同じことをすると平気で切れます。これは彼女が日常的に不安を抱えているからなのですが、この不安は彼氏に対する異常なまでの束縛や、携帯チェックなどに直結していくのです。7. わざと心配させるような言動をとる。とにかく自分のことを構ってほしいのがメンヘラ女子の特徴ですが、この対象が彼氏に向けられた場合、それはさらにひどくなります。なんか人生に疲れちゃったな。生きててもいいことないな。私、病気かも。などと、彼氏をわざと心配させるような言葉がひっきりなしに出てきます。その後はあえて連絡を絶ってみたり、わざと問題行動を起こして気を引こうとしてきます。8. 美人が多い。これは実際によく言われることなのですが、メンヘラ女子にはなぜか美人が多いです。夜のお仕事をしている綺麗な女性にメンヘラ女子が多いのも事実ですし、メンヘラ女子は夜型の生活をしているタイプが多いので、あなたが昼間の仕事をしていたとしても夜中に電話をかけてきたりもします。9. 怒っている理由がわからない。メンヘラ女子が怒るスイッチは多数あり、そしてそれはどこにあるのかわかりません。何気ない一言でいきなり怒り始めることは珍しくなく、こちらに非がある言動をしたのであれば謝ることもやぶさかではありませんが、何気ない日常会話で怒りのスイッチが入るため、彼氏はだんだんと疲弊していきます。10. 性行為への依存心が高い。メンヘラ女子は他人からの愛情を強く求める傾向にあるのですが、それが性行為として現れることがよくあります。これは彼氏と肉体的につながることによって、自分が愛されていることを実感しようとするためです。
また、この相手は必ずしも彼氏に限定されず、一人で寂しい時は男性と交わることで寂しさを埋めようとします。11、付き合うには覚悟が必要。メンヘラ女子と付き合うのであれば覚悟するべきこと。それは、あなたの自由な時間がほとんどなくなるということです。彼女たちは常に自分が中心で嫉妬深く、束縛が強く、よく怒り、問題行動を起こします。そのため、あなたが仕事などでどれだけ疲れていようと、夜中であっても平気で電話をかけてきます。いかなる時でも自分のために時間を費やしてほしい。というのがメンヘラ彼女なのです。いかがでしたでしょうか。そんなアホな、と思われたかもしれませんが、これは真実です。メンヘラ女子は美人が多いため、最初は男性の方も積極的であったとしても、付き合いが深くなるにつれて疲れ果てて、遠慮したい存在になってきます。もし、今回ご紹介した特徴にお相手の女性が当てはまった時には、用心した方が良いかもしれませんね。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。